自己愛性災害自己愛性災害とは一風変わった危険の単独による性的実践、自爆や自己発情窒息による死亡事故である。とはいえ、自己愛性災害には実に様々な様式がある。最も蔓延している自己愛性災害は窒息と体異性窒息であるが、自己愛性災害は感電死や胃腸線行、圧縮、偶発的時刻しざしによる 解決症といった機械的要因によっても生じている。自己愛生災害の発生件数は著名人を含め正確には把握されていない。自己愛生災害は発生直後にはそうと認識されず自殺と認識、報道されることもある。自己愛生災害の課題を包括的に取り上げている本はヘイジルウッド・エトールのオートロティック・フェイタラティスやシェルグ・エトールのアスフィキシーション。 フォレンジック、メディカル、アンドソーシャルアスペクツがある。キルビルのキャラダインさん、G 中の自己死化など、例外もある D キャラダインさんが自殺イコール、キルビル出演、ダイのホテルで、ありがとうございます。